おはようございます。こんにちは、こんばんは。元気でしょうか。ドン・キホーテ、ドン・キホーテなのかわかんないけど、まあ化粧水とかさ、美容クリームだったりとかでどうドン・キホーテのさ、まあでかいやつだったりとかもあったりもするし、まあまあその有名どころの化粧水とかっていうのもあったりとかするんだけど、皆さんどう？使ったことがないからよくわかんないんだよね。でもまあ使った方もいらっしゃるだろうし、こっちの方が安くて大容量だったりするから、いつもね、その亡くなるなっていう時に、ドン・キホーテに行って買いに行ってきますっていう人もいるだろうし、まあ何かに買うついでに行くとかさ、っていうのもあるだろうけど、結構そういうやつで、ブログなどなどでも、これはいいですよっていうね。はい、まあね、本当にいいものは植えてるんだろうなと思うけど、ちょっと疑っちゃったりとかする。ね、自分が使ったことがないからっていうのもあるから、なんとも言えないんだけど、あと、なんだろう、食べ物系でも普通の量より倍な、その業務用なね、やつが多かったりとかするし、クワバタ大原さんも、ドン・キホーテのなんか食べ物で、おつまみ系が多いのかな。まあ、お子さんもね、3人もいらっしゃるし、男の子が2人いるんで、やっぱ大容量の方があって得かもしれないねっていうことで、まあちょくちょく買ってたりとかするみたい。食べてるブログなんか見てると、本当にお父さん並みに長男くんが食べてたりとかしてて、すごいなぁと思う。本当に。もしかしたらね、お父さんよりもっと食べてるかもしれないね。私がね、本当に把握していないだけの話で。皆さんどうなんだろうね。化粧水とか美容クリームに関係なく、そのドン・キホーテがオリジナルブランドで売ってるやつって、少々疑ってたりとかするんだけど、皆さんどうでしょうかね。もし、これはいいよっていうのがあったら教えてください。以上です。